前動きじゃないと思うんだけど。今日は何、ニジマスのイチャゴシってやつ。なるほど。あ、シラスも。それではお召し上がりいただきながらで結構でございますので、お膳についてご説明いたします。本日はまたそちらグラスに入っていますのが水とレモンを合わせたポタッチジュースでございます。お水飲み1杯通してお召し上がりください。またお魚がマスのイチャゴシでございます。きのこが変わったお味をお楽しみくださいませ。本日もそちらご飯とお味噌汁おかわりございます。気軽にスタッフまでお声かけくださいませ。それではどうぞごゆっくりお召し上がりください。こちら蓋をお開けいたします。少々お待ちください。